ドリームボーイズ、王仙集落。渡辺翔太森本慎太郎、現帝国劇場ラスト公演に感無量、すごく良い景色でした。スノーマンの渡辺翔太とストーンズの森本慎太郎が29日、帝国劇場にて開催された舞台、ドリームボーイズの王仙集落を迎え、王仙集落記念カーテンコール、記者会見に登壇。ファンや共演者への感謝を語った。 大千秋楽を迎え、主演、渡辺は、本日は、ドリームボーイズ2024にお越しいただき本当ありがとうございました。まずは限定国劇場で千秋楽を迎えられたこと本当に嬉しく思っています。嬉しく思っているのと同時に、これでドリームボーイズの幕が閉じるのかと思うと寂しい気持ちでいっぱいでもあります、と率直な心境をとろ、でも短い間ですが、この2年間、 この舞台に座長として務めさせていただけたこと、本当に皆さん、そして事務所、東方の皆さん、関係各所に感謝したいなと思っております。改めてありがとうございましたと感謝を伝えた。